初日ジョニーレース走られます清水選手です。よろしくお願いします。まあ、前走の共同通信支配で落車ありましたけども、はい、ここまで向けて状態面としては皆さん気になると思いますけども、どうでしょうか。はい、まあ、しっかりケアも練習もしてきたつもりでいます。はい、まあ、やっぱ熊本休まれましたけど、そのあたりはまだそこまで回復はできてなかったっていう。まあ、ちょっと走っときたかったんですけど、まあ、ちょっと体調も、まあ、あんまり良くなかったんで、はい。まあ、1ヶ月空いて体調はそれなりにはもう戦う状態まで来たということと思ってます。はい、で今回、リー勝敗になりますけども、はい、まあ、中国3人、はい、松浦さんと川端さんいますけども、戦い方や並びはどうなりましたでしょうか。自分が先頭で松浦さん川端さんという並びですね。はい、並びはどういうふうに決まりましたか。もう3人に話して、はい、それぞれの意見とか、はい、って感じです。はい、まあ、メンバーも強烈ですけども、まあ、しっかりとまずは仕掛けて一走見てからっていう感じですか。そうですね、はい、しっかり、まあ、いつも通り頑張りたいと思います。まあ、この後は地元の記念があると思いますけども、はい、まあ、最近オープンしてすごいお客様も入ってると思いますけども、はい、始まってからは行かれましたか。練習では行ってますけど、はい、その場内に入ってはないですね。はい、まあ、皆さんここ次も、まあ、今回もそうですけども、次も皆さん楽しみにしてるんじゃないかと思いますけども、はい、何か抱負のいいところとかっていうのはあったりしますか。まあ、お客さんの声が高いですね。はい、わかりました。では、最後に4日間の意気込みをお願いします。はい、精一杯力を出して頑張ります。お願いします。